平成21年度のゲノムリテラシー講座の企画を研修コーディネーター、お茶の水女子大学、由良圭教授にお願いいたしました。由良先生より、講座の開催趣旨について一言ご挨拶申し上げます。由良先生、お願いいたします。お茶の水女子大学の由良と申します。この講座 の, プログラムの編集を担当したものですけど、最初に短く簡単に何をするのかということをお話ししたいと思います。でこちらに上がってますの皆さんのお手元にある同じものがありますね。ありますように、ゲノムリテラシーというところで、バイオインフォマティックスの分野の、人材を育てなければいけないということで、バイオインフォマティックス関係の、講義というか講演習に近いんですかね、を今回、4回にわたって7月から、9月はですね、開こうということを、計画いたしました。それでここに来ておられる方はバイオインフォマティクスをやろうと思って来ておられている方だと思いますので、正直あまり細かいことを私が言ってもしょうがなくて、早速今度に入った方がいいんでしょうけれども、この、1枚だけですけれども、簡単にバイオインフォマティクスを説明しますと、ここに書いてありますように、これが見えますかね、やった方がいいですね。ここに書いてありますように、バイオインフォマティクスというのは非常に多岐にわたる分野なんですね。でそれがゆえになかなか人材もいないということがよく叫ばれていますけれども、それは裏を返す と,、どんな勉強された方でも入っていくことができるということを意味しております。生物の方でも、情報でも、物理科学の方でも、あるいは計算機を作ってこられた方でも、この分野に入ってこれるということを意味しておりますので、そういう方、どんな方でも真ん中に行けるように、いろんな分野の方を先生に、配置しました。で今日は、加藤先生、主に情報科学のよりですから、この辺りのことを話してくれると思いますし、8月の後半の山口先生はむしろこちらの方、9月の川端先生はどちらかというと上側ですかね。で、9月26日の村上先生は、この辺りになると思います。それで、なかなかこうコアの部分には達しないんですけども、世界中を探してもコアの部分にいる方はなかなかいませんから、だんだん皆さんもこう参入していただいて、それで、あるいはビジネスチャンスも探していただいて、真ん中に向かって、バイオインフォマティクスを展開していただければと思います。それでは私が長々話してもあれですので、早速本論に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。由良先生、ありがとうございました。それでは講義の前にですね、配布資料の確認ですけれども、ゲノムリテラシー講座と書かれたファイルを講義資料として、配布しております。問題があればお教えください。また受付でお渡しした座席表の裏面はアンケートになっております。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。第1回目はテーマを、バイオインフォマティクスの基礎情報学一般として、お茶の水女子大学の加藤剛先生に、講師をお願いしております。それでは加藤先生、講義の方よろしくお願いいたします。お茶の水女子大学に加藤と申します。今由良先生や JST の方にご紹介いただいたように、本日はバイオマティクスの、情報学に関する、解説をしたいと思いまして、私加藤 と,、一部だけそこに座っておられる、東京工業大学の荒井さんに解説していただきます。今日の講義はですね、13時もう32分ぐらいになってますけども、14時40分まで最初の講義をしまして、それから10分休憩を入れまして、14時50分から16時まで、2番目の講義をしまして、でそれから16時10分から17時までで、お手元の資料の、後半の方にある演習問題を皆さんに解いてもらって、その解説をしたいと思います。で私が担当するのはバイオミティクスの、情報学に関する分野なんですけども、それを、情報学といっても非常に広い分野なので、手っ取り早くこう情報学というものをこう、俯瞰するには、バイオインフォマティクスの技術者認定試験に、出題されているような問題を、実際に見てみることによって情報学を学ぶというのも、いいやり方だと思いまして、これを題材にして本日は講義をしたいと思います。このバイオマティクス技術者認定試験というのは、JSBI という日本バイオマティクス学会が主催しておりまして、バイオマティクスを勉強する機会や、など
になることを期待して、毎年、行われているものであります。で、その出題範囲としましては、まあ、もちろんバイオミティクスも含めて、あとは生命科学一般とか、あと情報科学一般もありますが、本日、本講義で担当するのは、情報科学の部分になります。で、そのバイオマティクスの認定試験で出題されている範囲というのは大きく分けて5つの、範囲があります。それは、コンピュータシステムと、アルゴリズムと、データベース技術と確率統計と機械学習の5つの分野に大きく分かれてまして、その中に、一つ一つの項目があるということになっています。で、本日もは時間が限られていますので、すべて、網羅することはできないんですけども、その中で、平成19年度と平成20年度で出題された、問題のさらに一部に関して、本日は解説を加えたいと思います。で、講義1の方では、まず確率統計に関する、話題を扱いたいと思います。で、確率分布や確率変数という概念や、データ解析に関して、皆さんに、理解していただこうと思います。そして、講義2の方では、明確に、確率統計の方の話が長くなれば、もう少しこう講義2の方でも確率統計の話をするかもしれませんが、講義2の方では機械学習の、決定義とクロスバリデーションとクラスタリングに関して、解説します。そして、コンピュータシステムの方は二進数と論理演算に関して扱います。そして、アルゴリズムの方は探索とソーティングの、問題を扱います。こういう流れで本日は、講義1と講義2をやっていきたいと思います。では、まず確率統計の、お話をさせていただきます。まず確率統計を、学習するには、マスターするにはまず確率関数と呼ばれる、まあ、そういう、こう概念を理解する必要があります。ここには非常に抽象的な、定義が書いてあるんですが、まあこの後で、具体的な例を示しますが、まずは定義、数学的な定義を、示したいと思います。整数のみを与えのみの値を取り得る、離散確率変数。離散確率変数というのも、専門用語、統計の専門用語なんですけども、という x があったとして、でこの、離散確率変数 x に対して、確率分布 px。これは、x を引数とするで、実数を返すような関数になっているんですけども、は次の性質を満たさなくてはならなくて、次の性質を満たすようなものを確率関数と呼ばれるものになっています。で、まずここに、A が逆さになった記号があるんですけども、これは、4O といって、あらゆる X に対してという、いうふうに日本語では読み替えます。で、ここに、妙な記号がありまして、で、さらにこれ Z って書いてあるんですけども、Z っていうのは、しばしば整数の集合を表すときに、使われる記号です。で、例えば、具体的には0とプラマイ1、プラマイ2っていう、これをでずっとこう、全部集めるといったものを、Z というふうに、表しまして、Z の集合に入っている一つの要素、あらゆる要素に対してという、これは入ってるという意味なんですけども、に対してということは、まあ、この4つの記号で、あらゆる整数の x に対してという、まあ、意味になります。まあ、これはまあ数学的な、単なる定義なんですけども、に対して、px、x の確率は0以上でなければならない。という、こう、条件があります。そして、あと、確率なので、すべての x に対する確率を足し合わせると1にならなければならない。そういう、こう、条件になります。これは、
直感的な、確率の概念と、同じです。まあ、すなわち2つの確率の概念というのは、まあ、0以上でなくてはなりまして、足したら1になるという、そういう、まあ、割合と同じような概念です。これを使って、例を示したいと思います。例えば、サイコロ、6面体のサイコロを考えますと、まあ、典型的なサイコロの目というのは、1から6までの値を取ります。で、そのサイコロの目の値を、x で表すと。で、で、それが全て等しい確率を、取るとします。まあ、中には、サイコロの作りが悪いと、等しい確率ではなくて、ない場合もあると思うんですけども、まあ、ここでは仮に、全ての目が等しい確率で出ると仮定します。そうすると、その確率変換数というのはどういうふうに表されるかといいますと、px イコール x が1から6の場合は、6分の1という値を取って、そうじゃないときは0という値を取るというふうに、表すことができます。まあ、これが、確率関数の例の一つです。そして、もう一個の例を示したいと思います。コインを投げる思考というのが、確率を扱う上でよく、出てきます。で、コインを投げる思考という思考を考えて、コインを投げる思考を考えまして、表が出る事象、事象というのも、まあ、統計の用語の一つであるんですけども、表が出るという、こう、まあ、事柄に対して、事象に対して、x イコール1を割り当てて、裏が出る事象に対して、x イコール0を割り当てるとします。そして、表と裏が出る確率は、等しいと仮定しますと、確率変数 x の確率関数というのは P of x イコール x が0か1だったら2分の1で、それ以外の値は0というふうに表すことができます。もう一度言いますと、x が0の時が裏が出る事象で、 x が1の時が表が出る事象だとしますと、 x が0か1を取る時は確率が2分の1で、それ以外が0というふうに確率関数を表すことします。まあ、他にも確率関数というのはいろいろ与え方があるんですけども、まあ、このように考えておくと、まあ、いろんな問題が解けますので、単純にこういうふうに確率関数を定義しておきたいと思います。で、以上繰り返しますと、サイコロの場合も、コインの場合も、確率はやはり0以上で、で、足したら全部の事象を足し合わせた確率というのは1、相和が1になっているということがわかります。これが離散確率変数に対する確率関数と、この講義では定義しておきます。次に、今回は、先ほどは、離散確率変数が1個だけの場合の確率関数というのを考えたんですけども、複数の離散確率変数をに対しても確率分布というのを考えることができます。そして、例えば2つの確率、離散確率変数 x と y に対する確率関数というのは、まあ、こういうふうにな、性質を満たさなければならないというふうに、定義することができます。これ先ほど出てきましたこう4ホールの a の高さの、文字、ありとあらゆる x に対して、そしてありとあらゆる y に対して、まあ、それらが z だから整数 x と y、ありとあらゆる整数の組 x と y に対して、その x と y を引数にとるようなこの確率関数は全て0以上ではなくてなくてはならない。x と y の組に対して、その確率は0以上でなくてなくてはならない。そして、ここでは、すべての x と y の組み合わせに対して、その相和は1ではなくてはならない。
そういう性質を満たしていなければならないというふうに定義することができます。で特にですね、この PXY はこの2つの整数の組 XY が同時に整数確率を表していることから同時確率と呼ばれております。例を示したいと思います。天候によって A 君が遅刻する確率が変化するという、まあ、そういう場合を考えまして、で離散確率変数 XY に事象 X イコール1で A 君が遅刻をするという事象を考えまして、 X イコール0で遅刻をしないという事象を考えます。で Y イコール1で雨が降る、 Y イコール0で雨が降らないというふうに、 X イコール1を遅刻する、 X0 を遅刻しない、 Y イコール1を雨が降る、 Y イコール0を雨が降らないという、そういうふうに離散確率変数の値に事象を割り当てたとします。そうするとこの先ほど、定義しました同時確率というのは、仮にこのテーブルのような値で、与えられていたとして整理すると仮定します。この表何を表しているかといいます と、X イコール0が、遅刻しないで、 Y イコール0が雨が降らないだったので、雨が降らなくてかつ遅刻をしない確率というのが、40% の割合で起こりますよということを言ってまして、そして、X、これは、X イコール0、Y イコール1なので、遅刻をせずにかつ雨が降る確率というのが 0.2 というふうに割り当てられているとしまして、そして、ここは、遅刻をして雨が降らない確率は 0.1。で、ここは、遅刻をして雨が降る、で同時に雨が降っている確率というのは 0.3、30% というふうに、まあ、そういうふうに与えられていると仮定します。これを使うと、天候にはをとりあえず置いておいて、A 君が遅刻する確率というのは、どういうふうに与えられるかといいますと、これが遅刻をする確率ですね。というのは、遅刻をしてかつ、雨が降らない確率、かつ、遅刻をしてかつ雨が降る確率の和で表すことができます。X の確率だけを見たいときは、Y のすべての事象の確率との同時確率を足し合わせることによって得ることができます。これを計算しますと、第1項目のところは、10なので、10は 0.1。だから、第1項目は 0.1 という数字がありまして、第2項目は11とあるので、ここには 0.3 が入ることになります。そうすると、0.1 たす 0.3 で、0.4。すなわち、A 君が遅刻をする確率は 0.4 であるというふうに、与えることができます。同様な考え方で雨が降る確率というのも、この表から、計算することができます。雨が降る確率というのは、今回割り当てられた離散確率変数を使うと PY イコール1というふうに書くことができまして、これは、A 君が遅刻をせずに雨が降る確率と A 君が遅刻をして雨が降る確率の和で表すことができます。でこれをまた表から数値を取っていきますと、0、1というのはここに 0.2 と書いてありまして、で、1、1というのは 0.3 と書いてあるので、0.2 足す 0.3 で、足し算をすると 0.5、つまり、この表に従うような世界では 50% の確率で雨が降るという世界になっています。で、特に、この X と Y が与えられて、そういう2つの変数があったときに、x だけのこう確率を見たときは、これは、この確率というのは、x の、周辺分布とい こう統計用語が、与えられています。そして、後者の方の p of y という、方は、y の周辺確率という、ふうに呼ばれています。
よって、これまで2つの確率変、変数の時にの用語として同時分布、同時確率という、概念と周辺確率という概念の2つを、今まで学んでいます。でもう一つ、分としてですね、周辺確率は他にも全部計算しますと、X の周辺確率というのは、雨が降ら、遅刻をしないときが 60% で、遅刻をするときは 40% を増しています。また、雨が降らないによって 0.5、0.5 というふうに、同じような考え方で計算することができます。このように、周辺確率を計算しています。そして、もう一つ重要な概念がありまして、条件付き確率という、概念があります。これは何を表しているかといいますと、例えばですね、雨が降るという条件の下で A 君が遅刻をする確率、これはどうなりますかというのが、たった条件確率になります。の条件確率の例になりまして、例えば、雨が降る条件下で A 君が遅刻する確率というのは、こういうふうになっていまして、P、X、ここにこう、確率を与えた事象を書きまして、でここで棒線を引っ張って、ここに条件を書くというふうな書き方をします。で、PX 義分 Y とかというふうに読むんですけども、というのはどういうふうに与えられるかといいますと、これは、分子と分母にこういうふうに与えると計算することができます。A 君が遅刻をして、かつ同時に雨が降る確率というのを分子に持ってきて、それを A 君が遅刻をしないで同時に雨が降る確率と、A 君が遅刻をして同時に雨が降る確率というのを分母に持ってきて、この割り算をすることで条件付き確率というのを計算することができます。そして、この割り算をするんですけども、この分母のところを見てみると、この式は前のページで出てきた Y の周辺分布になっていることがわかります。なので、もう一つの書き方として Y の周辺分布、X と Y の同時確率を Y の周辺分布で割れば条件付き確率が出てくるというふうに、な表し方もできます。では実際に計算してみますと、A 君が遅刻をして雨が同時に、雨が降る確率というのが、ここに 0.3 と書いてあるので 0.3 で Y の周辺確率というのは、先ほど計算しました通りここ、ここ 0.5 と書いてあるのでここ 0.5 を書きます。 0.3÷0.5 は 0.6 なので、雨が降った条件下で A 君が遅刻をする確率というのは 60% というふうにことができます。これが、同時確率と、それと周辺確率と条件付き確率の概念でした。を例をとって示しました。で一般には、どういうことが言えるかと言いますと、Y が起こっ条件下で X が起こる確率というのは X と Y の同時分布割る Y の周辺分布で、表すことができまして、これを、ベイズの定理と、呼ばれておりまして、まあ、この概念がこう確率統計の中で一番有名なだと僕が思っているこう定理であります。そして、これまでは X が整数値を取るという、そういう場合に関して、お考えできたんですけども、実数値を取る場合というのも考えることはあります。例えば、雨の降水量とか、テストの点数とか、そういう場合は、テストの点数の場合は、大概は整数で与えることがありますけども、まあ、なんかの数量を与えるときは、連続確率変数を使った方が都合がいい場合が、たくさんあります。
で連続確率というのは、何かと言いますと実数値を取る場合でありまして、その確率、そういう場合は確率分布は今度は確率密度関数と呼ばれるもので、決定されます。で先ほどと同じような式、大体同じような式が並んでいるんですけども、違う点は X が実数集合の一つ、つまりあらゆる X に対して、その確率密度は0以上です。そして先ほどの確率関数の場合はここが多面相になってたんですけども、今度は積分になります。で全ての X で積分するとその総和は1になるという、これが、確率密度、こういうふうな、性質を満たすものが確率密度関数と呼ばれています。もう一度先ほどと違う点を言いますと、X は今度は実数を取ります。そして、確率密度と呼ばれていまして、で今度は多面相じゃなくて積分をして総和が1になるという、そういうものであります。では、R は、実数の集合を表します。では、例を示しますと、これもあまり具体的な例ではなくて、一応分布という、こう、統計学の中で有名な分布がありまして、それを例に、例を持って示したいと思うんですけども、X の値が0以上1以下では等しい確率を定義するんですが、それ以外の値の確率が0、それ以外の値がを取り入れないときは、どういうふうに表せるかといいますと、X の確率密度は、X が0以上1以下の場合は1となって、それ以外は0というふうに与えることがあります。これが実際に、先ほどの定義を満たしているかといいますと、やはり確率密度は0以上になっていて、積分すると、1になっているので、先ほどのものは示したものは確率密度関数であるということができます。これ一応分布と言いますので、これは専門用語ですので覚えてください。そして今度は二変数の場合、これは、二三確率変数の場合でも二変数の場合でもあったんですけども、これも同じふうに考えることができまして、確率密度は0以上で、で積分すると今度は X と Y で両方とも積分すると1になるという、そういう問題です。で、同時分布や確率、条件付き分布や周辺分布も、二三確率変数の場合と同じように、考えることができます。そして、また問題を解く上、確率統計上で重要な概念として、期待値という概念がありまして、これを、定義して期待値というのは、EX というふうに、これエクスペクテーションが E なんですけども、EX というふうに表されていまして、そして、X の取り得る値に、この確率で重み付けをして足し合わせると、期待値というのが定義されます。でこれは平均と呼ばれることがあります。よく知られた、皆さん、よく使っているような平均は、例えばクラスの平均点だったら、すべての、学生の点数を足し合わせて、その人数で割れば平均というふうにこう呼んでいることも多いと思うんですけども、確率変数に対する、期待値や平均というのは、こういうふうに数学的に表されています。で、この期待値の定義から、いろんな統計量が出てくるので、これは、マスターしておく必要があります。で、先ほどの一般化しますと、確率変数の期待値じゃなくて確率変数を関数に持つよう な,、なものに対しての期待値を考えることができまして、 EFX と書くと、今度はここは X じゃなくて FX になって、あらゆる X で FX の値を足し合わせるんですけども、それを確率で重み付けをして足し合わせる。
というふうに定義されていまして、で先ほどの場合は FX イコール X、 つまり FX を高等関数と置いた時の、置いた特殊形になっています。で、連続確率変数の場合は、今度はサミュレーションではなくて、ここがインテグラルになって、ここが確率実装関数になっているという、そういうふうに定義されます。これが期待値です。で、また分散と標準偏差というのも、覚えておかなきゃならなくて、分散というのは、FX の分散というのは、FX の事情の期待値を、FX の平均の事情で引いたもので分散というのが定義されていて、あと標準偏差というのはその分散を、ルートを取ったもので定義されています。で、その平均と分散と標準偏差に関して、今まで、説明してきたんですけども、実際の例ではどうなっているかといいますと、サイコロの目の X の平均というのは、EX イコール定義通り、X を BX で重み付け算してサミュレーションを取ると、全部の確率が6分の1だったので、6分の1かける1たす6分の1かける2というふうにこう書くことができて、これを実際に計算すると、2分の7というふうに計算することができます。そして、今度は分散と標準偏差も計算したいので、そのために分散の定義で出てきた X 事情の平均も計算しなければならないので、まず計算しておくと、E の X 事情というのは、X 事情を確率で、重み付けして足し合わせると、6分の1かける1の事情プラス2の事情というふうに、この全部頑張って計算しますと、6分の91というふうに計算します。よって分散は、先に計算した E の X の事情、X 事情の平均マイナス平均の事情を計算しますと、6分の91マイナス2分の7の事情で12分の35というふうに分散が計算できます。標準偏差は分散のルートだったので、12分の35にルートを取れば通常。じゃあ一応分布の場合、今度は連続変数の場合はどうやるかといいますと、連続変数の場合の期待値というのは、インテグラルを取って、PX×X というふうにこう、計算で、定義されているので、ここに実際に代入しますと0から1までの間だけ、PX だったら1になって、あとは X なので、これを計算しますと2分の1というふうになります。よって0から1まで一様に分布する、確率変数の平均というのは、まあ、直感通り2分の1になります。で X 事情の平均というのは、これを定義通り計算しますと、ここが X 事情になるので、で、3分の1というふうに計算されます。で分散はまた定義に入れますと、先ほど、X 事情の平均は3分の1で、平均の事情は2分の1の、事情なので、これは計算すると12分の1になって、標準偏差はその分散のルートを取ることによってルート12分の1というふうに計算できます。そして最後に、共分散と、相関係数という概念がありまして、それも、を定義するためには、2つの引数を取る2つの確率変数を取る関数の期待値というのをこう考えておかなければなりません。それというのは、FX の期待値というのは、同時確率をで重み付けして、積分を取ったもので計算されます。これを使いますと、共分散というのは、X と Y の共分散というのは、X かける Y の期待値マイナス、X の期待値かける Y の期待値というふうに定義されます。そして相関係数はどういうふうに計算されるかといいますと、この共分散を、X の分散と Y の分散
で、こうかけたもののルートを取ると相関係数が出る。で、以上で確率統計に関する、いろんな概念をこう一気に説明してきましたけども、確率関数と確率密度関数と同時確率、条件付き確率、周辺確率、そして、期待値と、共分散と、分散と共分散と標準偏差と相関係数という概念を説明してきました。では実際にこれまでにあった、過去問を、過去の問題を考えてみたいと思います。以下に示した6個の数値のデータが与えられたとします。で、このデータにおける3個の基本統計量、平均値、中央値、最近値の値として、正しい組み合わせを、選択肢の中から1つ選んでくださいという問題があります。で、ここで中央値はメジアンと呼ばれて、最近値はモードと呼ばれています。とも呼ばれています。で、データは、2と3と8と2と6と9と与えられていたとします。まずは、平均値、中央値、最頻値という概念を復習したいと思います。で、これまでは確率変数に対する、平均などを定義してきたんですけども、もう少しこう馴染みの深いこう標本が与えられた時に、サンプルが与えられた時の平均というものはどういうふうに与えられるかというのを示しますと、一般的にはサイズが N の N 個サンプルが与えられたときに、サンプルというのは日本語で標本というんですけども、標本が与えられたときに、これが X 値から XN と与えられていたとします。このときに、この標本平均というのは普通に平均とも呼ぶんですけども、ここでは区別するために標本平均という言い方をします。は、サンプル数分の、サンプル数、すべてのサンプルの総和で表されます。では今度は標本中央値、これは、どういうふうに定義されているかといいますと、標本をまず並び替えます。小さいもの順に、こういうのは小順にって言うんですけども、上るに順序って書いて小順にって言うんですけども、標準って言うんですけども、標準に並び替えて、したものを使って、サンプル数が奇数の時は、この一番中央の値を持ってきて、サンプル数が偶数の時は中央の2つの値の、平均を取って、定義されています。で、標本最頻値というのは標本集合の中で最も頻度が多かった値で定義されています。これを使うと、先ほどの場合は238269値だったので、実際に計算してみますと、標本平均というのは、6分の1かける2たす3たす8たす2たす6たす9で5というふうに、計算になります。そして、今度は標本中央値を計算するために、これを標準に、整列しますと223689となるので、中央のこの2つの値の平均を取ると 4.5 というふうに計算されます。そして値2の頻度が、一番多かったので、この標本最頻値はこの場合2になりまして、そうすると選択肢、1が正しいということになります。続きまして、次の問題を考えてみたいと思います。今度は1万人が受験した試験があるとしまして、その採点結果を集計したところ、得点分布が平均60点、標準偏差が10点の正規分布に従っていることが分かったとします。ここで受験生の A さんが80点を獲得していたときに、A さんの成績に関する記述として最も適切な説明を選択肢の中から一つ選びます。ただし、ここで必要であれば下記の
標準正規分布表を利用しており、なお標準正規分布表では Z で、示された位置よりも上側の確率を示しています。ここでまた、正規分布とか、新たな概念が出てきたので、説明したいと思います。で、選択肢の方ですけども、A さんの成績はほぼ平均であり5000人前後であるというのが選択肢1で、選択肢2は平均よりも高くて1600位前後である。選択肢3は平均よりも高くて230位前後である。選択肢4は平均よりも高くておよそ15位ぐらいであるというふうに書いてあります。では、正規分布って何ですかという。まあ、そこから定義したいと思います。正規分布というのは、今度は、先ほど離散確率変数と連続確率変数というのが2つあると言いましたけれども、正規分布は、連続確率変数に対する確率分布の一つであります。で、これは、2つのパラメータ、μ とシグマ、事乗というパラメータを持ってまして、確率密度関数、先ほど、申しました確率密度関数がこういう形をしています。これは、複雑なので覚えるのは難しいと思うんですけども、まあ、とりあえずこう、μ とシグマ、事乗で表されていることで持っておいてください。で、μ とシグマ事乗は、よく名前がついていまして、平均と分散と呼ばれていまして、実際にこの確率密度関数を使って、平均と分散を計算すると、μ とシグマ事乗になります。そして、この平均 μ と分散シグマ事乗を持つ、正規分布は、n、μ、シグマ事乗というふうに書きます。で、μ イコール0、シグマ事乗イコール1と置いたときの先ほどの確率密度関数は、まあ、こんなふうに0のところで一番高くて、で、実際にこの辺が平均になっていることが分かるというような確率密度関数になっていまして、まあ、これはいわば、ヒストグラムのようなものだと考えてください。で、ヒストグラムのようなものなんですけども、ヒストグラムというのは足し合わせても1に、一般には1にならないんですけども、この確率密度関数に関しては、ヒストグラムの、足し合わせると1になるように、定義化されているようなものが、確率密度関数。よって、例えば1万人の点数をのヒストグラムを取ってくると、こんな山なりになっていたとしますと、大体、もし、0点ぐらいの点数を取っていたとしたら、大体5000人ぐらいだろうというふうに計算することがあります。というのは、もうこの上の部分にこう5000人ぐらい入っているか、ヒストグラムとして入っているかというふうになります。では、先ほど出てきた標準正規分布表の読み方を示したいと思います。標準正規分布表というのは、平均が0で分散が1の場合の、ことを、先ほど言いませんでしたね。平均が0で分散が1の場合を標準正規分布と呼ばれておりまして、この標準正規分布を用いた概念で、た数値の表が、標準正規分布表で、決まった値 Z に対して、それより大きな値が正規する確率は、数式ではこうなってたんですけども、を表したものです。で、この表だけ見てもよくわからないと思うので、実際の、図を見て示したいと思います。例えば Z が0だったときに、あるラージ Z という確率変数が標準正規分布に従って正規するとしたときに、その確率はここの上の部分になるので 50%、 これは直感通りです。で、確率変数が 0.5 以上を取る確率というのは、この上の部分を積分して計算しますと 0.309 というふうに計算。で、1以上を取る確率というのは 0.159 ぐらいというふうに計算できまして、実際にどうやって読むかといいますと、ここに Z が1で、1、0のところを持ってみますと 0.1586、 だいたい 0.159 ぐらいということがわかります。で、同様にして Z が イコール 1.5 のときは 0.067、 Z イコール 2.0 のときは
0.023 で Z イコール 2.5 の時はっていうふうにだんだん当たりがち。で一般的には正規分といっても平均が0、分散が1というのは限らないので、平均と分散が0と1じゃない場合は変換をして、標準正規分布に直してあげる必要があります。そういう操作を Z 変換と特に呼ばれています。 Z 変換をするためにはまず、与えられた変数に対して平均で引いて標準偏差、分散のルートを取ったで割ると、μ、σ、平均μ、分散σ事情で定義する確率変数は、に対して Z は、標準正規分布で、に従うことが知られています。では、設問の方に戻りたいと思います。設問の過程では、得点分布が平均が60点で標準偏差が10点と書いてありました。で、A さんは80点を獲得したと書いてあったので、標準正規分布表を使うには Z 変換をしなくてはならなくて、この Z 値というのは、80引く平均割る標準偏差を計算しますと、80マイナス60割る10なので2って計算。Z の値は2になりました。で、そうしますと、先ほどのこう、X が80以上、つまり80点以上を取っている人は何人ぐらい、何パーセントぐらいいるのかというのは、Z が2以上になる確率になって、それというのは先ほどの標準正規分布表より 0.02275 というふうにこう計算できます。そうすると、A さんは1万人中、だいたい 227.5 位ぐらいになっているはずなので、この場合は選択肢3が正しいというふうに答えを得ることができます。じゃあ次の問題。これも正規分布に関する問題です。で、2つの独立な変数 X と Y がありまして、それぞれの平均を0、分散1の標準正規分布に従うと分かっているようになります。で次に示した、この2つの確率変数についての説明文の中で間違っているものを教えてください。X と Y の積が、積 XY の平均値は0である。X だと Y は正規分布に従って、で選択肢3は X だと Y の分散は1。選択肢4は X マイナス Y の分散は2である。っていう選択肢があって、この中のどれかが間違っていると言っています。で、また復習なんですけども、2変数の確率密度関数、2変数の、連続確率変数の場合の期待値というのは、こういうふうに定義されているというふうに示しましたし、分散と共分散と相関係数も、こんなふうに定義されていることを先ほど示しました。で、正規分布に関しても、先ほど説明したとおり。そして、新たに、覚えておかないといけないことなんですけども、正規分布に従う、平均 μu と σ、分散が σ 事乗 u に従う確率変数 u と、平均 μv と分散が σ 事乗に従う正規の正規分布に従う確率変数 v を考えたときに、考えて、この2つの確率変数が互いに独立であったときを考えると、任意の図から、実数ですね。A と B に対して、その線形結合、A×U+B×V は、これまた正規分布に従いまして、平均 Aμu+Bμv で、分散が A²σ²U+B²σ²V に従うことが知られています。証明することはできるんですけども、非常に複雑なので、今回は証明は、立てたいと思います。これより、選択肢1を検討しています。 X と Y の積、XY の平均値は0であります。でまずですね、設問の中に、ですね、
独立という言葉が出てきます。でこれは今まで、説明してこなかったんですけども、独立とは何ですかと言いますと、2つの確率変数 x と y に対して、x と y の同時確率が x の周辺確率×y の周辺確率で与えられ、が成り立つときに、常に成り立つときに、ありとあらゆる、あらゆる x と y で常に成り立つときに、x と y は統計的独立であるとします。と言います。成り立つとき、またそのときに限って x と y は統計的に独立であるというふうにな、統計用語があります。そうしますと、xy の期待値というのは、このまず期待値の定義式にそのまま入れまして、で、これが pxy が独立という仮定より、これを代入して、で、この積分の順序をこういうふうに入れ替えますと、ex×ey になって、x の平均 ×y の平均になって、これは 0×0 なので0というふうに計算することができます。なので、この選択肢は正しいということになります。そして、選択肢2と3と4ですが、これは、x たす y、先ほど言いました、正規分布の、合成ですね。合成をしますと、これは、平均0分散2に従うっていうのを、ここに入れると計算することができます。スカラー A と B が、この場合は A イコール1、B イコール1の場合に当たります。よって、この選択肢は正しい。で、X たす Y の分散はどうなるかと言いますと、XY は正規分布で平均0分散2に従うので、分散は2である。よって、この選択肢は間違いです。で、X-Y の分散は2であるというのは、X-Y は先ほどのまた公式に入れますと、平均0分散2に従うので、分散は2であるので、この選択肢は正しい。よって、答えは選択肢3というふうに導かれます。まあ、こういうふうに一つの問題を解くのに、いろんな概念を覚えて、して知らないと解けないようになる。じゃあ次の問題を考えます。一つのサンプルから二つの測定値。例えば、ある人の身長と体重や、ある人の国語の成績と算数の成績などが得られるために、この2つの測定値に相関係数があるかどうか、相関関係があるかどうかを判定する方法に、相関係数 R があります。で、1つのサンプルが X と Y の2つの測定値を持つような集団に対して測定を行い、測定結果をサンプル図を用いて表現した結果が以下のようになっています。そうします。で、この時の相関係数 R の値がどのような範囲のものと考えられるか、適当なものを一つ選びなさい。そういう問題です。で、選択肢はこの4つになってまして、では相関係数、冒頭で、相関係数という概念を、確率変数を使って紹介したんですけども、今回は標本、サンプルが得られている時の標本相関係数というのはどういうふうに表されるかといいますと、定義自身はこういうふうになります。複雑な式になっています。で、ここで X バーと Y バーは標本平均をそれぞれ表しているんですけども、この場合、今回の問題に関しては、この定義式は使う必要はなくて、傾向だけ分かっていればいいことになります。で、定義より、標本相関係数というのはマイナス1以上、1以下を満たすことは示すことができるんですけども、まあ、その証明は今回は省略します。で、この定義に基づいて、標本相関係数を計算すると次のような傾向があります。傾向だけをこうとりあえず、復習することにします。X が大きくなるほど Y も大きくなるようなとき、相関係数は0より大きくなる傾向があります。また、X が大きくなるほど Y が小さくなるようなとき、相関は負になる可能性が、傾向があります。X と Y が無関係に分布しているときは、相関は0になる、に近い値になるという傾向がある。まあ、この傾向から、何が導かれるかといいますと、実際に、例えばこういう場合は、X と Y が
こういうふうに動くとしたときは、例えば相関がマイナス1になって、これは、マイナス 0.9、マイナス 0.75、で、これは相関0、相関係数がプラス 0.75 の場合はこのようなことをしていて、0.9 の場合、プラス1の場合というふうになっています。するとですね、先ほどの場合は、大体こういうふうになっているので、これは負の相関を持っている。ことが分かって選択肢4が正しいというふうに得られます。では次のですね。2つの確率変数 x と y を考えまして、適切な比率を選択肢の中から1つ選ぶ。ここでそれぞれの記号は次の意味で用いられています。P、A、B というのは A と B の同時確率で、EA というのは A の平均、VA というのは A の分散を表しています。で、x と y が独立のとき、これは統計的独立を表しているんですけども、x、y の同時確率、p、a、b はそれぞれの確率の積、p、a と p、b に等しい。というのが選択肢1で、y が生じたという条件のもとで x が生じる条件付き確率、px、given y というのはこういうふうに表されます。というのが選択肢2で、選択肢3は、x の分散 vx は x 事乗の平均と x の平均の事乗を用いて次のように表される。x 事乗の平均マイナス平均の事乗。で、選択肢4が、x と y が独立ではないときに、積 xy の平均 exy は、それぞれの平均の積 ex、ey に等しい。この4つの選択肢から1つが間違っているとして、それを、指摘する、問題です。で、この fx の期待値というのは、こういうふうに表せるということは、冒頭で述べました。また、平均や分散や標準偏差というのは、すでに定義したとおりです。これを、に踏まえまして、選択肢1を検討してみます。と言いますと、先ほど統計的独立であるというのは、同時確率が周辺2つの周辺確率の積で表されているときに統計的独立であるというふうに言いました。よってこの選択肢は正しいです。選択肢2ですが、これは、この過去問の、復習に入る前に、ベーズの定理というのを示しました。でベーズの定理より常に、この式が、この関係が成り立つ。よって、この選択肢は、正しいということになります。選択肢3ですが、今度は、分散は、事乗の平均引く平均の事乗では正しいから。で分散の定義より、これは正しいですね。そして、x と y が独立ではないときに、積 xy の平均 exy はそれぞれの平均の積に等しいかというと、これが正しくない。正しくなくて、判例を挙げることができて、実際に判例はあるんですけども、まあ、複雑になるので、ここでは、資料の方に、判例が書いてありますので、それを実際に計算してみる。この例を使うと、これが正しくない場合が、で、これは正しくない、まあ、これ独立ではないときに、等しくないということは、まあ、事実として覚えておいてください。で、独立なときはこれが言えます。でも、独立ではないときはこれは必ずしも言えません。偶然成り立つときはあると思いますが、必ずしも言えます。では、次の問題ですね。コインを投げて表が出たか裏が出たかを調べるという式を公開します。でこのコインの表裏が出る確率はそれぞれ2分の1であって、各試行は独立であると思います。でこの試行に関連する記述として適切なものを、1つ選びなさい。でこの試行を繰り返したときに10回続けて表が出た、このとき次の試行では裏が出る確率が高い。で選択肢2ではコイン投げを100回行ったときに、表が出る回数の期待値は50回である。選択肢3は5回の試行のうち表が3回、裏が2回出る確率は
5の階乗割る3の階乗割る2の階乗をかける2分の1の5乗で計算。選択肢は、この問題ではコインの表あるいは裏が出ること以外の事象、例えばコインが立つなどの確率は0と仮定されている。このうち1つが、間違っているという問題でしたね。でコイン投げというのは、冒頭でも、紹介しましたけれども、これは特にベルヌーイ思考という統計用語が与えられています。でベルヌーイ分布に従う確率変数というのは0か1の値を入れて、それ以外の確率は0で、x が1の時が π で、x が0の時は1マイナス π というふうに表すに、π という、 こうパラメータを使って定義される分布です。で、この場合は、表が出る事象に x1 イコール1を割り当てて、裏が出る事象に x イコール0を割り当てるとします。π は2分の1と置くことができます。なぜなら、表が出る確率と裏が出る確率が同じと仮定されているからです。で、1回の試行で表が出る回数の期待値というのは、この期待値の定義通りに入れてみますと、px×x というのは、π×1 プラス 1-π×0 で、これ計算すると π になります。では、選択肢1を見てみます。この試行を繰り返したときに、10回続けて表が出たら、このとき、次の試行では裏が出るか。高い。各試行は独立 と、文章に書いてあったので、確率は前回までの結果に依存しないでよって、この選択肢は、10回、たとえどそれまでがどんな結果になろうが、確率は、変わらないので、この選択肢には誤りがある。じゃ2番目の選択肢ですね。2番目の選択肢はコイン投げを100回、行ったときに表が出る回数の期待値は50回。で、これは直感的にも、平均50回表が出ることが分かると思うんですけども、数学的にはどういうふうに証明するかといいますと、期待値というのは、こういうふうに、EX イコール、X で足し合わせた、確率で重み付けして足し合わせたので定義されます。で今回は100回の試行を行った時の、行ったので100個のベルヌーイ分布に従う確率変数で x1 から x100 を考えて考えると、表が出る回数というのは、全部の、xi を足し合わせると表が出る確率、回数を表すことができます。xi イコール1に i 番目の、試行では表が出る。xi イコール1の時 i 番目の試行で表が出るとして、xi イコール0の時に i 番目の試行で裏が出る確率というふうにこう、事象を割り当てているので、こういうふうに、表すことができます。では、これを期待値を取ればいいわけです。期待値を取って、期待値の、性質として、これまで説明はしてこなかったんですけども、線形性という、性質を使うと、使わなくても一生懸命計算すると、ここからここがイコールにすることができて、これをさらにこう、計算しますと、この1回あたりの平均は π だったことが、最初選択肢に入る前に示してあったので、これを、100回足しているので 100π になって、で、π になったら2分の1だったので、50というふうに数学的にも証明できまして、直感的な答えと一緒になります。次に選択肢3を考えてみます。5回の試行で表が3回、裏が2回出る確率は5の階乗割る3の階乗かけ2の階乗を2分の1の5乗したものというふうに計算されるというのが選択肢3です。で、ベルヌイ試行を N 回繰り返してちょうど K 回成功する確率というのは、もうこれはもう公式だと思ってもらえばよくて、これは、n の階乗割る k の階乗かけ n-k の階乗を、ここで、で、サメーションを、k、あ、ここは、ここは、どういうことかな。を、π の k 乗かけ 1-π の n-k 乗っていうふうに表すことができまして、そうしますと、
で、これは特に二項分布と呼ばれているので、これを代入すると、このままこの式になります。ということで、この選択肢は正しいということになります。でこの設問では、N イコール5、K イコール3の場合なので、代入すると確かに5回の試行の中で、表が3回、裏が2回出る確率は、こういうふうに与えられて正しいということが示す。次に選択肢4ですが、コインが立つ場合は R のかは0でいいのかというものですが、両方とも、表や裏が出る確率は2分の1なので、その場合は1なので、それ以外の事象が成立する確率は0なので、この選択肢は正しいです。ということで、確率構成の、お話は、ここまでであります。何かご質問等ございましたら。では、最初の講義1の方は終わりたいと思います。